ブルーカーボンとは海洋生態系に蓄積される炭素のことである。また、海洋生態系によって海中に蓄積される炭素、固定能のことを指す場合もある。海洋に生息する生物の例、ジャイアントケルプブルーカーボンとは、海藻や海藻、植物プランクトンなどが主に光合成によって、大気中から炭素を取り入れ、それを 従属栄養生物が利用するという一連のプロセスの中において海洋生態系に吸収され固定される炭素のことである。また、その炭素固定能のことについて指す場合もある。ブルーカーボンは陸上に存在する森林などに蓄積される炭素であるグリーンカーボンの対語であり、2009年に国連環境計画によって命名された。 地球上の生物により固定される炭素のうち55%がブルーカーボンであり、炭素を蓄積する作用を持った海洋生態系のことを特にブルーカーボン生態系と呼ぶ。ブルーカーボン生態系の生息上は地球上の海底の1%未満であるが、それは海洋の堆積物中における全炭素貯留量の5%以上に及ぶ炭素を含む。 以下に、その生息上の例と特徴などについて示す。ザンジバルのマングローブマングローブとは、熱帯及び亜熱帯の長官帯に形成される植物群落のことである。特に、世界のマングローブ林の2割以上は、熱帯地域に位置する多数の島々からなっている、インドネシアに集中して存在している。また、インドネシア、フィリピン、マレーシア、東ティモール、 パプアニューギニア、ソロモン諸島の6カ国にまたがる三角形の地域はコーラルトライアングルと呼ばれ、世界の海洋中でマングローブを含めた生物多様性が最も高い地域である。マングローブは熱帯ウリニや温帯林などと比較して高い炭素貯留能力を持っている。また、マングローブ林は林霊が上昇するに伴い炭素の貯留能力が増加すると判明しているが、 エビの養殖に利用されたり、工場用地や住宅用地のために埋め立てられるなどして、マングローブ林の面積は急減している。マングローブ林における炭素貯留は、木質部への吸収よりも土壌中での体積の部分が大きいことから、マングローブ林を開発した場合には、土壌中に存在する大量の二酸化炭素が、大気中に放出される可能性がある。ユネップは、 マングローブ林の破壊行為は年間に最大で42億 US ドルの経済的損失をもたらすとして、レッドと同様の取り組みを促進している。日本の遠征湿地植物には、アッケシソウ、七面ソウ、浜松菜、塩くぐ、アイアシ、ヨシなどがある。遠征湿地植物は一般的に塩分排出能力が高いため、海水中においても水を吸収することが可能である。 ただし、過失条件や高い塩分濃度に対する耐性が、種により異なることから、潮位や地面の高さに沿うように、耐性の高さに応じて、体上に分布する。藻場とは、岩礁で発達した海藻の昆布や、わかめ、静音で浅い砂泥性の場で、よく発達した海産出植物である海藻のアマモなどで構成される群落と、それを基礎とした生物群集や、 環境のことである。ただし、海藻類のみで構成されるものを、海藻モバ海藻類のみで構成されるものは、海藻状のように区別して、表記をすることがある。また、特に熱帯性の小型海藻類で構成されるものを、熱帯海藻モバという。さらに、構成する海藻や海藻によって、アマモバアラメ、カジメバガラモ状、昆布状などとも表記される。 以下に人為起源炭素収支を示す。下向き矢印、地球上に存在する炭素は、大気中、陸上、海洋、地検などの多様な形態で所在しており、それぞれが交換と移動を行うことによって炭素循環が形成される。産業革命以降の人為起源に、酸化炭素蓄積量は海洋全体で、 約1550億トン炭素に及び炭素循環のプロセスに含まれた海洋による吸収のうち年間2.5億トン炭素程度がブルーカーボンとして沿岸域で吸収される炭素とされる。しかし海洋が二酸化炭素を吸収することは海洋酸性化の原因とされ海洋生態系への影響が指摘されている。大気と海洋の間では 温室効果ガスの交換が行われており、人間活動で大気中に放出された二酸化炭素の約30%を海洋が吸収する。ただし、メタンと一酸化二窒素は自然を起源とし、ハロカーボン類は清掃圏に移行する。大気中に排出された二酸化炭素の地球温暖化への寄与の割合は約56%である。二酸化炭素の吸収についての研究は、 グリーンカーボンに関連するものが主であったことなどから、ブルーカーボンに関連する研究は遅れており、川口や内湾は、市街地からの生活排水や枯葉などが流れ込むことによって、有機物などの栄養分をプランクトンが分解するため、二酸化炭素の排出源であると考えられていたことがあった。下水処理では、二酸化炭素を発生させる炭素を除くことよりも、 多くの生物が利用しやすい分子構造の窒素化合物やリンを除く方が困難であり、この栄養分が海洋中の植物プランクトンや植物を成長させることにより大気中の二酸化炭素が吸収されることにつながり、アマモバは1年間に約20から35トンヘクタールの炭素を貯留している。しかし、窒素やリンは植物プランクトンの異常発生である赤潮につながる。 こともあり、ブルーカーボンについての研究成果は反映させるのが難しい。2016年11月に発行されたパリ協定から1年後の2017年11月においては、ブルーカーボンは一部の国での活用段階となり、2018年時点ではオーストラリアや中国が先行している。ユネップは二酸化炭素を吸収する重要な場所として、炭水と海水が混ざる。 気水域にあるマングローブ林や遠征湿地、藻場を挙げている。つまり、CCS の機能を海洋生態系に求めている。また、東京湾の大半では、生物活動によって消費された二酸化炭素量が、有機物の分解によって生成された二酸化炭素量を上回り、二酸化炭素の吸収域になっている。海藻の中では、昆布の二酸化炭素吸収量が特に優れていると、 される。また、海藻や海藻、植物プランクトンなどを取り込んだ海洋生物は死亡すると一部は分解され、二酸化炭素に戻るが、その他の部分は分解されずに海底の堆積物中に固定される。さらに、死亡した生物に貝殻がある場合には、貝殻の主成分が炭酸カルシウムであるために、死亡後も長期にわたって堆積物中に固定される。 ありがとうございます。